今まで暮らしてきたブティックで働いてきたでしょ。その生活は今思うとどうですか。人に頼ってた。いろんな人に頼りにされてると思ってた、ずっと。でも頼りにされてる。と人に思われてる自分が好きだった。今はもうそう思わない。もう戻らない。今Kのことはどう思いますか。大好き。彼は一人でやっていくのかな。一人かもしれないし、誰かと一緒にやっていくかもしれないし。